間ですよ、森地さん。はい、12時になりました。はい、こんにちは、まったくです。じゃあ、早速ですが、はい、まずはご挨拶からさせてもらいたいと思います。はい、はい、お歌大好きのんたんと、スポーツ大好き森地と、食べるの大好きたくまんで、勝手に埼玉応援隊三陸に献血特命大使、小糸のキューピット、埼玉県橋田市広報大使、長野県松川町広報大使、広島県三原市ふるさと大使、みんなでクソ一緒にニャンタンです。言ったもん、よろしくお願いします。じゃあせっかくなんで、はい、今日は一番最初に、はい、スーパーヒーローとの曲を踊りたいと思うんですけども、はい、その、スーパーヒーローを踊ってくれる、まずよさこいエレンハスターの皆さんに大きな拍手を。拍手。どうぞ。スクエコジュニアとブルドラゴン戻れるだけ、スクエコジュニアとブルドラゴンの皆さんにも大きな拍手を。上乗るか、上乗ってもいいし、一番前の真ん前で歌ってもいいよ。じゃあここ入ろうか、ここの間に入ろうかね、ここの間に入ろうか。はい、いよいよこのあれですよ、このダラダラ感もあの発弾のいいとこですよね。いいですか、こうね、ここでみんななんか、そしてこのスーパーヒーローの振り付けを考えてくれた、はい、今日は初ダンスの披露の時にも来てくださいました、はい、ニャンタブの振り付けの8割から9割を全部やってくれているこの方をお呼びしたいと思います、はい、皆様大きな拍手でお迎えいただいてもよろしいでしょうか。それではもう上がってきちゃったけど、ご紹介したいと思います。森井翼さんです。翼、こんなに元気な感じなのにマイクを向けるとあんまり喋れないですよ。森井、ちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか。じゃあマイクを使って自己紹介を。ダンス大好き、つばたんだよ。はい、森翼先生です。よろしくお願いします。ということで、ね、スーパーヒーローはですね、はい、健康をみんなで作っていこうダンスでということで、はい、健康増進課の皆さんと一緒にコラボレーションして作りましたので、はい、今日は健康増進課のお二人にもステージに上がっていただいて踊ってもらいたいと思います。ということで拍手でお迎えください。じゃあちょっとマイクを森地ちょっと渡していただいて、大口さんからじゃあお願いしたいと思います。まずじゃあ今日はどんなキャンペーンに来てくれたんですか。はい、今日はですね、今やっております特定健診、がん健診の PR で参りました。蓮田市はどのぐらいの健診率があるんですか。はい、特定健診はだいたい 40% ぐらいで、がん健診はですね、皆さん人間ドックとかでもやってるので、だいたい高いやつだと 20% ぐらい、少ないのだと 10% ぐらいだったりするんです、はい、それをどのぐらいに上げていきたいという目標が。やっぱり最終的には 100% はい、高くを目指していきたいと思ってます。なるほど、じゃあみんなするんだからね。本当よろしくお願いしたいと思いま す。そして今日は一緒に踊ってくれるんですよね。もちろんです。はい、はい、それではたまりさん、まだ踊っていただけましょう。もういいですか、イペリオ大丈夫ですか。大丈夫です、はい、そして9月にもですね、特定健診を受けましょうというキャンペーンをですね、埼玉県内のでやります、ね、イオンモール春日部でも9月7日かな、はい、であります。たくまんも行きますので、よかったらぜひ皆さんそちらにもお集まりいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは、はい、みんなで一緒によさこいのハスの皆さん、そしてスコエコジュニア、ブルードラ、そしてニャンタブ、そして森翼先生と振り付けを考えてくれた翼先生と一緒にやりたいと思います。はい、それでは行きましょう。スーパーヒーロー、さあ手拍子。さあ行くよ。 Everybody スーパーヒーロー、 What a dancing special days Everybody 今始めよう。
green. I said, ho, you said, ho, my heart is fighting. I said, ho, you said, ho, come chide. I said, ho, you said, ho, come on, got the honey. I said, ho, you said, ho, this. Atama no tenpen kara tsuma saki made hibiku inochi no power michi narase. Sono mama de kimi wa hero. Yare koto ga aru. Do it, do it, do it, do it. Miwataseba nakama daijoubu, daijoubu. Hitori ni sase nai, zettai ni. Minna de oto no ano sora de hanzu no chikara ga から皆さんはあのティッシュを配りに行っていただくけども、はい、次の手のひらを太陽にやりたいと思うので、はい、簡単なので振り付けを皆さん会場の皆さんもあれですよ、暑い中なんかこうやってくれると嬉しいような悲しいような悲しくはないですよ悲しくない嬉しい途中でほら悲しいみたいな、あ、歌詞がね、そうそう、はい、じゃあこんな感じでみんなも一緒に、はい、のんたともりちをよく見てくれたら一緒に踊れるからちょっと練習してみたいと思う、はい、ちょっと暑くて倒れそうな声で大丈夫、大丈夫、そしたら水分そうか、そうか、水分取りに、ごめんね、ごめんね、水分取りに、うん、そうだよ、もうちょっとなんか気持ち悪いなと思う子いたら降りていいよ、誰もいなくなったらそれはそれでそんなに降りちゃう、そんなに気持ち悪くなっちゃった、そうなの、そうか、そうか、いいよ、自由で、飲んだ、ちょっと練習をして飲んだ後戻ってくるかもしれないからそこはアンリューさんに任せよう、うん、オッケー、じゃあこんな感じです、はい、いいですか、せーの、手のひらを太陽に、はい、左、透かして戻ってきてもいいよ、右、キラキラ、真っ赤に泣かれる、グリグリって胸の前、僕の血潮、手の足、せーの、ミミズだって、起き上がったって、はい、雨もだらけて、はい、左、みんなみんな生きているんだ、戻ってきたよということで、みんな戻ってきました、素直、よかった、いいよ、じゃあこれをみんなで一緒に行きたいと思います、はい、それでは行きましょう、大人の皆さんも大丈夫ですか、水分いい、OK、あの自由に行き来してください、そう、もう曲の途中とか抜けてもいいから、はい、ね、あ、いい風、じゃあいい風、この風を受けていきましょう、はい、手のひらを太陽に、手の足に行くよ、いくよ、じゃん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 、はい、手の足、はい、はい、さあ飲み物飲んでる人はこぼすぐらいの勢いで手拍子お願いしたいと思います、はい、さあ行くよ、僕らはみんな生きている、生きているからいたんだ。僕らはみんな生きている、生きているから悲しみがば。手のひらを太陽に透かしてみれば。せーの、みんなみんな生きている。
リジーの音声がいいよ。さあ2番も頑張っていきましょう。せーの、僕らはみんな生きている、生きているから歌う。あとマイクはモリチのマイク大きくていいよ。生きている、いい感じよ。生きているから悲しい。さあ行きます。手のひらを太陽に透かしてみれば、キラキラします。真っ赤になる。胸を当てて。僕の知識をだって、こちらだって、アメンボだって、みんなみんな生きているんだ。いい感じです。さあ、次は手のひらを太陽にからいきたいと思います。今、特定研修を受けましょうということで、ティッシュを配っておりますので、よかったら皆さん、お受け取りください。そして、がん研修も受けてね。してみれば、キラキラするよ。真っ赤に流れる。いいね。僕の自信を。さあ、大きく手を絞るチーム、頑張って。伝って、こちらだって。やり、アメンボだって。せーの。みんなみんな生きているんだ、友達がいるんだ。もう一回手持ち。ラストもう一回みんなみんな行くよ。エレンの皆さんとスコイポットブルドラゴの皆さんに残ってもらって、はい、いつものあれをやろうよ。飲み物を飲みたい人はまた一回こうはけてもらって、また戻ってきて、で同様メドレーっていうのをやるんだけど、アイアイとお話し指さんっていうの と、はい、おもちゃのチャチャチャをやると思ったけど、ちっちゃい子いたら前の方に来てくれていいよ。前の方に集まってくれていいよ。そう、みんな来てね。みんなでやろう、みんなでやろう。エレンのみんなもやろう。でも飲み物飲んできていいよ。焼酎とか飲んできて。うん、誰もまたいなくなってきた、ね、じゃあ飲んだら練習しようよ、はい、会場のみんなと。大きい声出さないと進まないから、すごいこの時間不思議な感じだけど練習するね、うん、前進まなすぎて1時間半これ繰り返したことがあるからね。それはないけど、うん、じゃあ大きい声で「あいあい」って言ってください。はい、いくよ。あいあい、はい、あいあい、はい、すごいじゃん。この暑さの中みんなあやあやしてる。しかもなんかすごい光景じゃない。しかもなんかね、大人の人の声の方が聞こえる。嘘、マジで大人ストレス溜まってる。すごいいい感じ。もう一回いきますよ。はい、いくよ。あいあい、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 お猿さんだよ。あいあい、あいあい、あいあい、みんなみんな島の辺になります。あいあい、あいあい、あいあい、すごい。本番こんなに早くないのね。いい、みんなもあいあいとか言ってくれる。いや、すごいいいよ。すごいいい感じ。舞台上のみんなの方が、はい、大人大人大 人, 大人っぽい、はい、大人たちもどうぞ前に来て。こんなあいあいとか言う機会ないでしょ、なかなか。ねえ、まあ風に狩ればあいあいあるかもしれないけど。ふふー、伊藤家、ふー、行くよ。ねえねえねえ、こういう時は代表は前に来ないというパターンです。自由に、はい、はい、していただいてね、お子さんもね。じゃあピロシも一緒にアイアンを出したいと思います。いいですか。それでは童謡メドレーいきたいと思います。はい、会場のみんなと一緒に仲良くなりたいと思います。はい、それではいきます。アイアイからの童謡メドレー。スマホは、はい、手拍子いきますよ。せーの、and then
さん行くよ。みんな親指出して、親指出して。まずたくまくん取ってくれるよ。大人はやらないの？今頃反抗期？いくよ。この指パパ、太っちょパパ、いや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 。お話しする次は、この指ママ、優しいママ、まあ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 、おおおおおおお、お話しする。さあ次は真ん中の指だよ。こっち側に向けないで、こっち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 で、この指兄さん、大きい兄さん、押す押す押す、お話。さあ次は難しいお姉さんですよ。この指姉さん、難しい、優しい姉さん、あら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 、おほほほほほほ、間違えた、お話。さあ次は赤ちゃんだよ。この指赤ちゃん、よちよち赤ちゃん、うま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 、あぷぷぷぷぷぷ、お話する。ありがとう。次はおもちゃのチャチャさん行くよ。さあみんなで気持ちでチャチャさん行くよ。気持ちでチャチャさん行くよ。チャチャチャ元気よく、チャチャチャ行くよ。さあ君も一緒に、おもちゃのお星さま、チャチャチャ、みんなすやすや眠る頃、おもちゃは箱を飛び出して、チャチャチャ、踊るおもちゃのチャチャチャ、はい、おもちゃのチャチャチャ、おもちゃのチャ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 、おもちゃのチャチャチャ、なまりのヘイタにとってきてた、チャチャチャ、ラッパ鳴らしてこんばんは、本当だ。なるほどね。すごい。一緒だね。ちょっとあれ、みんな一曲一曲ぐらい休ませる？そうだと思う。ね、なんか俺たち無理を強いれてる。そうだと思う。じゃあみんないいよ、一回休んでくれていいよ。でまあ後で出てきてね。だってみんなが金書いちゃうと観客の皆さんもいなくなっちゃうから。ね。ハスだっていいななんだけどね。どうする？たまには3人でやってみようか。うん。で、あの皆さんは自由に前で踊ってもらう。ね、このハスだっていいなって楽曲。は市政40周年記念の時に作った楽曲で、はい、今日は蓮田祭りの30周年記念楽曲ということで、はい、節目節目になんかいろいろやらせてもらってるんだけど、この蓮田っていいなは、その蓮田って子育てがすごいよとか、なんか市民の皆さん、昨日もね子ども食堂の話をさ、はい、取材で受けて、そうですね、あそう、森地いなかったんだ、はい、受けてね、すごい素晴らしい思いをしたのでね、蓮田市は子育てがすごくいいんですよっていう、そういうイメージを込めて作った歌なので、この楽曲もお送りしたいと思います、はい、それではお送りします。蓮田っていいな、
キラキラいい気持ち、自然と未来がこんにちは。明日の明日を作る街、じいちゃんばあちゃんのお膝に座るとね、ね、ほーっとなるよ。そうなるよ。とけちゃいそうだよ。ハウスだっていいな、ハウスだっていいな、昔と子供が出会う場所。川の恵みの桜たち、黒浜沼ではバードウォッチング、釣りや散歩に西条沼、根ヶ谷と公園で水遊び、歴史遺産黒浜貝塚に、便利なスマートインターチェンジ、お祭りスポーツウォーキング、便利と感情、遊びと学びがね、やった、バランスいいね、みんなのハースらしい、熱くなっちゃったか。いいよ、じゃあ降りようか、ね、ありがとう。一緒に踊ってくれたちびっこダンサーのみんなにも大きな拍手お願いします。ありがとう。あー、かわいい、ね、すごい。俺の手を握ってくれてるのは今の年だけだからね。これが中学生だともう俺のこと相手してくれなかった。さあ、ありがとうございます。独り言がものすごく今ね、だだこぼれてるの。しかも本音っぽい、本気っぽいね。ほんと、うん、じゃあ、俺の親戚のハトコが全然内緒だったのに今日結婚しやがって。そういう結婚したんだ。あの子、若菜ちゃんが、あの子、あ、そうなんだ。2人で独身頑張ってこぜって言ってたんで裏切りがあって。しょうがないね。じゃあみんないいよ、ちょっと休んでね、はい、いいよ、休んでいいよ、ね、じゃあさ、次も蓮田の曲なんだけど、蓮田市には11月3日に歌屋の森フェスティバルというのがあります、はい、その歌屋の森フェスティバルの時に、使われているテーマソング、歌屋の森蓮田の宝という曲があります。これ去年はなんと蓮田の駅の発着音に1ヶ月間なりました。イエーイ。みんな覚えてるかな。今年はどうなのかまだ全く決まってませんが、ね、うん、なるといいなというふうに思っております。はい、それではね、縦の位置からもお送りしたいと思います。それではお送りしましょう。はい、またお願いします。歌屋の森蓮田の宝。
もうちょっとすごいことになってきたからね。でも雨かもしれないって言われたけど30周年晴れてよかったね。ねえ晴れてよかったね。ねえ晴れてよかったですね。ねえ晴れてよかったですね。ねえ晴れてよかった。すごい繰り返してる。ねえていうかみんなが出てくるまで。ああなるほど。ねえ本当晴れてよかったでしょ。晴れてよかった。ねえ。なんだ今日はこの後ニャントムのスケジュールどんな感じ？ですね、まず。稲町に行っちゃいます。で、2時45分に3時45分です。そうでした、くるくるってなっちゃった。3時45分
からそう猪町のステージやって戻ってきて、はい、また6時に皆さんと一緒に初ダンスになります。本番前だって。本番前だ。はい。なんで俺のこと触ってるの。人間だよ人間。OK。 じゃあ初ダンスを、はい、振り付けを考えてくれた森先生も呼びたいと思います。お願いします。じゃあせーのって言ったら森さん。あ、じゃあ分かった。元気出るためにせーの、じゃあ翼ちゃんにしようか。あ、いいです。じゃあ、はい、せーの、翼ちゃん。え、翼ちゃん言ってもらおうか。あ、ごめん、大きい声でいくよ。せーの、翼ちゃん。はーい、ね、こんな姿親御さんが見たらどう思うんでしょうね、本当に。いらしてる、いらしてるよ。いらしてる、いらしてる、いらしてる。どこで真ん中、まだ上がいいんじゃない。翼いいんじゃない、真ん中で踊るの。上がいいと思う。これあれですよ、翼さんはちゃんと言いますけど、振付師でもありダンサーでもあり役者さんでもあり女優さんでもあるんですけども、皆さんご存知のハロプロ知ってますか。ハロプロってね、モーニング娘。とか、あと今だとビヨンズとか、あとジュースジュースとかいるユニットの昔のユニットで、夏秋みやびちゃんとか、あとモーチとかがユニット組んでた、なんだっけ、ボーノっていうユニットの振り付けとかもやってるんです。そうなんです。そしてニャンタブの振り付けの8、9割はそうですね、やってくれてるんです。イエーイ。そしていろんな人のプロモーションビデオに出たりとかもしてるんで、よかったらぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは翼は今日遠いところから来てくれたので、もう一生来てくれることあるかもしれ分かりませんので、来てくれる、またはい、またオンマイクじゃなく喋る素人さんな感じ、どうもありがとうございます。それではもう親の顔が見たい。それでは一緒に行きたいと思います。はい、さあ盛り上げていくよ。はい、初出し名祭り30周年記念楽曲、ハスダンス。さあハスダンスを叩いて、さあ藤木の花が舞う、藤木の花が舞う、エレンさん行こう。ハスダンス、ハスダンス、ハスダンス、誰が手に入ってくれた髪が太いで羽を広げ、さあ桜桜桜桜笑顔が騒ぎ出す場所、しなやかに咲いてくる声を上げろ、未来の先へ笑いのちはずだった、だだ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 、追いかけっこ夕暮れの影、笑
もありがとうございます。ありがとうございました。と言いながら時間的にどうなるのもちあと1曲ぐらいですかね。あと1曲だったらもうこのまま流れで雰囲気で、はい、ですね、コマトヨセコに行っちゃいます。行っちゃいましょう。レイン様大丈夫ですか。倒れそうな人は本当倒れないでください。雰囲気でコマトヨセコやりますよ。いいですか、うん、最後にこの楽曲で皆さん京都今年今年の今年の、初田市民祭り30周年記念、はい、のニャンタムステージ終わりたいと思いますが、この後18時からも、はい、本部席前で発散層披露がありますので、よかったらぜひ集まってください、はい、それでは最後にお送りしましょう。コバトンよさこい。おyou
ドルの皆様にね、ありがとうございました。それでは今日一緒に踊ってくれたみんなを紹介したいと思います。はい、ドラゴンとスコヤッコジュニアのみんなにまず大きな拍手を。ありがとう。そしてよさこいエルンハッサの皆さんに大きな拍手を。ありがとう。そしてなんだかすげえかっこよかったショウエ。いや、どこ行った、あれどこ行っちゃった。ショウエに拍手。普段もっとかっこいいんだぜ。まあ今日可愛いけど。ということで最後にゃんた君もご挨拶したいと思います。翼ちゃん、翼ちゃんを。あ、先生、先生、先生どこ行った。あ、先生、先生、先生、なんか地味だから忘れちゃった。じゃあ最後に、最後に翼さん、皆さんにご挨拶お願いします。いっぱい踊ってね。はい。いや、小山さんみたいな、本当はすごい素敵なレディーなんですけど、こうなっちゃうとこうなっちゃうんです、ね、こういうの親の教育って言うんですよ、ね、森翼先生でした。ありがとうございました。最後にそしてちょっとここで、はい、皆さんに一言ちょっと時間もらってよろしいでしょうか。はい、これ、はい、そうですね、去年僕の地元の広島県三原市が西日本豪雨災害に遭いまして、皆様が、いただいた募金をですね、今月の三原の祭りの時に市長に直接渡してきましたので本当にありがとうございました。昨年のね、ハッサ市民祭りでもここに募金箱を置かせていただいて、はい、みんなが10円とか20円とか入れてくれた額が44万1470円集まりました。本当どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてハッサ市を通じてのふるさと納税ではなんと、はい、1490万円三原市にお渡しできました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。そしてもっと地元の松川町も、はい、そうなんです、物資を届けてきましたので直接お話もできて本当に皆さんのおかげです。ありがとうございました。どうもありがとうございます。支援はまだまだ続きますし、はい、今日も南三陸町のね、東日本大震災で大変だった南三陸町も来てますが、はい、僕らも蓮田もいつなんか大変なことが起こるか分かりませんが、はい、長野県松川町と蓮田市は災害時総合応援協定というのも進んでおります。はい、飲んだと私の出会いのきっかけにね、うん、なので、災害が起こってもみんな守っていくぞという気持ちを忘れずにやったのも頑張っていきたいと思います。はい、今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にご挨拶します。はい、はい、大田大好きドンさんとスポーツ大好きモルチーとみんなが大好きネコマンで勝手に埼玉応援隊三陸に献血特命大使小板キューピット埼玉県蓮田市広報大使長野県松川市広報大使広島県三原市ふるさと大使みんなで一緒にニャンタブー。ありがとうございました。ありがとうございました。水分取って、水分取って、水分取って、本当に水分取って、塩浴びて、あ、塩欲しい。